はい、ということでやっていきたいと思います。同点数です、よろしくお願いします。で、今回やる前に新しくね、うちの柔道選手がいるんですけれども、柔道、まあね、想像以上の活躍をしてくれてるということで、急遽柔道の応援歌を作りました。はい、なのでちょっとまずはそちらの方を聞いてもらえればと思います。どうぞ。高い技術で勝ちへと導く栄光の道開けられないで柔道かっ飛ばせ柔道高い。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ということでね、ちょっと、まあ、応援歌を、まあ、初お披露目というところで、ね、ぜひとも柔道にはこの試合頑張ってもらいたいなということで、今回やっていきたいと思います。はい、まあね、今回の、まあ、その応援歌なんですけれども、ちょっと久々にね応援歌作るってことをしたので、ちょっとなんかあれなんですよね、まあ、結構適当に作ってるんですけど言ってしまえば、ちょっとね、もうちょいね、なんか外国人っぽい感じのね応援歌作れればよかったんですけど、まあ結構割とシンプルな感じにね落ち着いてしまいました。ただまあまあいい感じにね、まあちょっと応援歌っぽくはなったんじゃないかなというふうには思います。はい、でまあそうですね、で今その柔道の応援歌を歌ってくれてるのが夏木かりんっていうね子なんですけど、はい、まあボーカロイドの一種といえばボーカロイドの一種だし、ボーカロイドの一種じゃないといえばボーカロイドの一種じゃないというなんか微妙なあれなんですけど、はい、まあね、まあ、そんなね詳しく言ってもまあしょうがないので、まあ詳しい言及は控えるんですけれども、そう、僕結構その夏木かりんってキャラが結構好きで、声もね今まで応援歌で使っていたのはまあ ちせいちゃんっていう子なんですけど、まあ本当に芯の太い声が出せる子で、ちせいちゃんの声もすごくいいんですけど、応援歌を歌うっていうにはだってはね、まあ芯が太いのもいいんですけど、そうじゃなくて夏木かりんみたいなね、元気のある高音がよく出るようなね、この方が合うかなっていうふうに思って、はい、作りました。まあ大体ね買うのに2万円ぐらいかかってるんでマジでそう高いんですけど、そんぐらいかかってます。ちょっと、そして柔道ね、さあその応援歌を浴びて新しい新応援歌ね、今まで外国人汎用のねやつを、まあ、一応柔道の応援歌として当ててたんですけど、まあね、汎用でいいかって思ってたんですけど、それ以上の活躍をしてくれました。そして一軍に昇格しました野間由紀奈です。タイムリー野間由紀いいですね。野間由紀のタイムリー、野間由紀は令和レベルリンってことは今シーズン打席に当たったんだけどヒット打ててなかったと。しかしここでしっかりとタイムリー打ちました。ここで存在感を放つ一打を打てたのは大きいですね。まあ、こんな感じでね、ちょっとまあ本当に固定できてないメンバー、特にライトなんですけれども、に関しては本当に調子の良し悪しでね、決めていくというところが大事になってきます。で、今回の野間由紀の方によりね、野間由紀は2軍の方で全然打ててなくて、打率2割4、2軍で2割4分とか、そんな感じだったんですけれども、この1軍でしっかりとね、大事な場面で打ってくれました。さあ、先発は福浦です。福浦も調子がいいですね。福浦も、今ね、見ました、球速167キロです。167はもうニュースになるレベルなんですけど、まあまあ、ちょっとね、まあ、5日の世界だったら170キロもありえるということで、ちょっとまあそこはね、多めに見てもらいたいんですけれども、まあ、だとしても160キロをね、常に超えるような球を投げてきますので、もう佐々木朗希並みにね、注目されてもおかしくはないピッチャーなんですけれども、はい、しっかりとまあ3イニングを抑えました。バッターは金井前から。調子悪いながらもしっかりとフォアボールを選び、しかもなおかつヒット、いいですね。走りましょうか、この調子で。まあ、もし通りアウトならばアウトでいいかなって感じですね。ここしっかりと走っていく。OK、成功。いいですね。さあ、ここでランナー得点圏。ちょっと最近島山田は調子を落としてきてるので、そこら辺でね、ちょっと取り戻していきたいところなんですけれども。はい。まあ、やっぱね、シーズンを通してね、調子よく戦っていくというのはなかなか難しいですね。ちょっとでも、ね、中軸の前でね、ランナー得点圏進めているので、なんとか1点は取ってほしいところではありますが、島山田並木ともに凡退。バッターは5番の柔道ですね。はい。まあ、ただ柔道は今日1打席目ヒット打っていますので、期待が持てましたが、サードフライと、まあ、仕方がないですね。まあ、1打席目ヒット打ってるからこそ2打席目ヒット打てないっていうのも、まあ、そういう理論もまあ分かるんで、はい。で、4回の表です。さあ、ここまでパーフェクトでしたが、さくらにツーベースヒット。はい。
お時間を取ってほしいね。ライトはなんで足踏みをしてるのかよくわかんないんですが、ちょっとね、これは帰らないけど、まあ、ただここはまだ4回っていうところもあるので、前進守備をさせずにゲッツー体勢でいきます。今のフライで帰らないのはでかいですね。ここでゲッツー取れれば無失点で抑えることができます。ホレスは強いバッターですが、まあ、ただ打率が低いというところでしっかりと打ち取っていきます。林の方が厄介ですね。打率2割8分台ありまして、本塁打も17本打っております。もうエンドラン ツーアウト1塁3塁でエンドラン、なかなか狂気じみた戦略を取ってきますが、サードフライに釣れました。まあ、よかったですね、結果的に。まあ、エンドランってやっぱどうしてもね、自分の打ちたい球以外でも打たないといけないっていうところがあって、そこがやっぱね、そのエンドラン作戦のデメリットだなというふうに思うので、まあ、うまくね、うまくというか、相手が勝手に自滅してくれた感じにはなるんですけれども、はい。まあ、よかったです。さあ、そして、先ほどタイムリー打ったのは前置きですね。打率5割ってことは、おいの前置き。野間幸はここで覚醒した。そう、もう今日ね、野間幸しか打ってないというところで。野間幸もな、ちょっとね、まあ、能力値とかで見ればもう全然活躍しててもおかしくはないぐらいの能力値はあるので、頑張ってもらいたいですね。まあ、しかしこの試合でしっかりと存在感を放っていくのはでかいです。まあ、ライトまでね、しっかりと固定できるようになると本当に強いチームになったなっていうふうに言えると思います。はい、この回は、野間幸のホームランで追加点を挙げることができました。5回の表です。さあ、この回で一応勝利投手の権利がかかった感じになります。福浦は、去年まで勝ちがなかったんですね。今年ね、なんとか、まあ、防御率こそあんま良くはないんですが、2勝を挙げることに成功しています。なんとかね、本当に悲願の初勝利ってことで、福浦も多分シーズン7年目とかそんぐらいになってきていて、それでしばらく勝てていなかったっていう事情があったので、その中で勝てたのは大きいですね。まあ、ちょっと今3連敗中というところで、まあ、若干下で調整を加えていたんですが、まあ、いい感じになっただろうということで、まあ、このタイミングで1軍に再度上げることになりました。まあ、福浦もね、一時はローテを守っていたっていうところもあるので、本当に160キロという球も投げるので、ポテンシャルは非常に高いかなというふうに思います。本当に福浦がね、ローテの一角を担えるようになれれば、かなり、まあ、投手力としてもね、楽しみなね、感じの投手力になるんじゃないでしょうか。はい。で、5回の裏です。さあ、ちょっと1、2番、3番とね、三者凡退で終わるのはちょっと味気ないので、なんとか出塁はしてほしいところですが、下山田がね、最近調子があまり良くないですね。はい。普通の、その試合調子のところも、まあ、いい感じの調子を示していたにもかかわらず、全然ヒットが出ていなかったっていうところもあるので、まあ、やはりちょっとあれですね、どうしてもその停滞っていうところが来たのかなというふうに思います。どうしてもやっぱね、5日で無双し続けるってことは難しくて、まあ、何かしら不思議な力が働いてね、どんどんちょっと調子が悪くなってくるってところもあるので、そこはあれですね、まあ、引き時も含めてちょっとしっかりと考えていかないといけないかなというふうに思います。やっぱ、下山田は、そうですね、まだ若いんですけれども、やっぱ3番という大事なね、打順になっている以上、やっぱち、あの、下山田の不調っていうところがチームにね、影響を与えるっていう面は少なからずありますので、なので、ホームラン。福浦。いやー、ここまでね、ちょっと2打席連続三振取れていたっていうところもあるので、ちょっと、あれですね、油断した部分もあるかもしれません。ちょっとそれは良くないね。まあ、ホレスにホームラン打たれるはまあわかるけど、その後よ、その後さ、連続でホームラン打たれるのはちょっといただけないです。まあ、1点差と2点差だとね、全然違うんで、ちょっと、青木、なんとか中屋敷を三振に抑えましたが、いや、ちょっとね、この点は大きいですね。なかなか。まあ、1点差であればね、全然追いつけるんですけども、しかしこの並木ヒット、でかいです。さあ、そして柔道です。さあ、ね、応援歌の力を浴びて。ゲッツー、応援歌はどうした？ 応援歌を受けてもなお。錦織ですね、最近6番に上げています。まあ、最近結構調子いいんですよ。しっかりと打てています。はい。と野間焼きがいいですね。ここは盗塁させます。とりあえず1点が欲しいので走らせます。アウトになったらアウトになったで、はい。まず、次の回野間焼きから始まるっていうところも、まあ、悪くはないかなというふうに思います。7回の表、ピッチャーを変えましょう。ちょっとなるべくね、点を与えたくないというところで、ちょっと誰を出すか悩みますが、森本を出しましょう。相手が左バッターというところもあるので、まあ、森本が刺さるかなという感じです。はい。森本も普通に強いピッチャーです。全然、
ね、まあ、タイミングマイナス2っていう弱点、INTE プラスっていう弱点はあるんですけれども、まあ、それを加味しても割と森本に対しては信頼を置いています。森本もね、福浦同様に、まあ、福浦には劣るんですけれども、153キロが標準球速というところでしっかりと78球打ち取りました。素晴らしいですね。さすがです。さあ、7回の裏、しかしこれモーリスが上がってくるのはちょっと想定外でしたね。モーリスは打てないです。 モーリスは諦めましょう。 素直に諦める。もう諦めも肝心です、時には。惜しいね。モーリスじゃなかったら入ってた。モーリスは無理だね。それは仕方がないですね。触ったは石田なずなですが、まあ三振でしょう。まあ、しゃあない。まあ、藤掛もね、まあ、対左プラス、あ、マイナス2っていうのもありますし、まあ、打てるわけがないと。8回の表。そうか、こっちが高校なので、9回もね、ピッチャーを投じないといけないところがあれですね。楠本、入江にしましょう。入江は、まあ、ちょっとね、序盤調子悪かったんですけれども、最近は比較的抑えられているかなというところですが、桜が、いや、桜が強いですね。猛打賞、桜中塚が猛打賞マルチヒットというところで、非常に上位打線がよく働いてるなっていう印象ですね。それに対してうちは、ちょっと上位打線、まあ、働いてないとは言えないんですけども、ちょっとね、微妙なところがあります。岩槻にフォアボール。まあ、岩槻も強バッターなので、警戒していかなきゃいけないところはではあるんですけれども、ちょっとストライク先行でいってほしいところはありますね。じゃないとね、こんな感じで、帰ってきますね。この追加点は痛いですね。ワンアウトランナー、一塁二塁、バッター林。林が一応中だと一番警戒しなきゃいけないバッターかなという個人的には思いますが、まあ、その林が打つと案の定ね。はい。まあ、林は強いです。はい。中屋敷ですが、ちょっとフォアボールやめてよ。フォアボールか。ちょっと入江がね、良くないですね。さあ、バッターは、まあ、ここ、下位打線なので、下位打線は抑えてほしいですね。下位打線に、押し出しは論外です。ああ。ああ。まあ、逆に吹っ切れる。逆に吹っ切れる説はあるんだけどさ。逆に吹っ切れる説はあるけどさ、ちょっと、ねえ、そんな、まさかね、8回にビッグイニング作られるなんて思ってもいなかったからね、ちょっと、まあ、ちょっと良くないです。はい。さあ、荻原です。さあ、ちょっと荻原もね、モーリスも投げなくていいだろ。 モーリスも十分だろ、君。サボったらかないです。まあ、下山だね。ちょっとたんちょっとね、何人かしら復調のきっかけをつかんでほしい。オッケーオッケー、ヒットいいですよ。モーリスからヒットってるのでかいです。さあ、モーリスが何試合連続無失点みたいな、なんか偉大な記録を打ち立てておりますので、ちょっとそれをね、打ち破ることをしてあげましょう。いかにも8点差でモーリスを引っ張る必要性は微塵にもないんですが、まあ、それだけこのカード勝ち越ししたいということでしょうか。うちにはそこまで、まあ、山賊打線といえどそこまでのパワーはありません。そんなね、8点差をひっくり返せるほどのパワーないので、全然そんな、そこまで警戒しなくて大丈夫なのに、わざわざね、モーリスを当ててくるという、なんか謎采配ですね、これが。はい。てかね、無失点記録気にするんなら、なおのこと交代した方がいいのにっていう、個人的には思うんですけど。こんなリスクを負ってまでね、モーリス投げさせる必要は微塵にもありません。バッター柔道です。三振。まあ、モーリスは強いと。モーリス相手には打てないですね。まあ、ここはもう入江投げさせましょう。はい。また桜から始まります。桜はサードゴロ。まあ、ただもう桜はね、猛打賞ということで、非常に一番としての仕事を果たしてますね。中塚、2年前に最優秀新人で3年目の選手ですかね。3年目か、まあ4年目の選手ということになるかと思います。また岩槻です。直近3試合の打率0割9分1厘ということで、岩槻がね、ちょっと調子があんまりよろしくないだけにね、ちょっと、まあ、一応打線もそこまで、ベストな状態とは言えないんですけれども、そんな一応打線に10点取られると。で、モーリスはさらに3イニング目、セーブポイントを取りに来た。さあ、錦織。3イニング投げればセーブがつくんだっけ？なんか確かそんな感じだったような気がします。ルールは分かりません。野球のルールはマジで複雑すぎるので、ちょっと覚えられないですね。はい。野間幸。はい。ダイソー送ります。ダイソー、走れる。ダイソー送りますって言ったけど、走れる選手はいない。玉木は休ませようか？玉木休ませたいね。三木千景をダイソーに送ります。はい。また石田なずなです。打たせましょう。
まあ、石田ナズナもね、打率3割7分1厘と、まあまあ、打ってるあれが少ないので、何の参考にもならないんですが、まあ、ただ、まあね、あくまでね、さあ、青木花凛です。青木花凛は、まあ、代打でね、しっかりとプロ初ヒットも放ちました。ただ、ここはまあ、モーリスの前には打てないと、仕方がないです。はい。ちょっとさすがにね、ビッグイニング作られたのが良くないですね。まあ、ヒットの数はでも同じなんですね。ちょっと、あれですね。6点はちょっと良くないですね。はい。ってことで、なるほど。スカウトもちゃんと見ていかないといけないですね。まあ、4ゲーム差というところで、まあ、まだ余裕はあるんですけど、あ、微妙に1号入ってきてる、がね、入ってきてるので 残り試合40試合弱、40試合今日はあるんですけども、ちょっと1試合1試合、なるべく勝てるように頑張っていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。